マートインターチェンジ入り口で実際の標識に従って走行してください。その先分岐を右方向です。左方向です。まもなく右方向岩木方面です。その先発見所です。まもなく発見所です。止まんないとダメなんだっけ。行けないかな。ちょっと車検証持ってきてる。持ってきたよ、積んだよちゃんと。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。久しぶりになるか、うん、久しぶり、久しぶりのような気がするよ。あれ、うん、うん、前回茨城行ってない気が。花田のとこだから、あれ、どこだっけ。違うよ、その手前じゃ、ほらこの手、あれ茨城県内、めぐくじゃん。うん、めぐくじゃん。渡らせた。その前が、奥須の花どこだっけ。奥須の花は博士とかそっちの方だ。なんか、ちょっとなんか小谷駅だよ、小谷駅。あ、そうだね。また、すぐにほら
山の中ね、まあ、長野の山奥とか熊の山奥とかね、まあ、結構行くんだよね、山道は得意なんですよ、特に、ね、長野なんかはね、なんか慣れた感じではあるんですけどね、まあ、岐阜、似たような感じなはずなんですけど、岐阜はね、この辺にとってはちょっと、ね、魔境ですね、あそこはね。この先、左からも合流車両に注意しての始まりはトモメのスタバから、うん、たまにたまにいいんじゃないですか。いいよ、高いし。あれ、トイレあっちか、うん、じゃあ向こう行った方がいいんじゃないですか。まあいいや、そこじゃあ、ここだ、トイレ右左両方じゃないの、広いから降りない、うん、じゃあまあね、あのトモメのサービスエリアでちょっと、ポンちゃんはね、うんこという、うんこじゃないよ。似てんの？なんか買ってくんの、今の。ある、大丈夫。大丈夫？うん。では皆さんですね、あの、ポンちゃんのね、後ろ姿ですね、あれね。ポン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 って言いながら、こう、今歩いてますからね、これね。よいしょ。ただいまですね、ハイドラをちょっとね様子見たんですけどね、ホンダ NSX 乗られてるのかな、うん、まあ今ねそんな方とハイタッチをしましたね。その方ね、なんか名前を文太さんという、うん、どっかのね、走り屋のお父さんみたいな名前してますね。
まああれですね、ここのところ高速道路、まあ、特に関東近郊がやっぱり多いのかな。うん、あの単なるね、あの道路利用者の休憩所っていう雰囲気じゃなくなってきてますよね。うん、なんかね、そのサービスエリアのなんていうのかな、敷地の外からこうね、また要はあの下道から要は入れるって言ったらいいのかな。下道からこうサービスエリアを利用できるようになってるんですかね。うん、あれですよね、東名高速の海老名サービスエリア、あそこなんかね、俺最近こうなんかで行った時にですね、夜だったんですけど、まあえらい学生さんがね集まってね、なんかこう端っこのテーブルの方でね、まあ、寝てたりですね、まあ、ちょっと飲み物でも飲みながらこうね談笑したり、談笑してんだか勉強してんだかわかんないですけどね、やってる連中がいっぱいいたんですね。うん、要はあの海老名のねサービスエリアの近隣のね学生さんなんでしょうね、あれね。うん、道路利用者だけじゃないんですね、うん、使ってるのがね。ただね、その辺もあの外からね、近所の人たちがねこう下道でね、入ってきてねこう使えるっていうのはいいんですけど、ちょっとねこうマナー気になっちゃいますよね。うん、なんかこうサービスエリアはやっぱりね、あくまでこの道路利用者のね休憩施設としてねこう機能してるはずなんですけど、あれ海老名とかね混みすぎちゃってこう休憩なんないっすよね、あれね。あの休憩、ドライバーの休憩のためにあるっていうよりはもうね、お金を落とさせるためにあるっていう感じですよね、あれね。うん、まあ、あれはあれでね、もうあそこ自体が観光地みたいな感じで、ね、盛り上がって嫌いじゃないんですけど、だね、ちょっと休めない感じがしますよね。車止めてこう車の中で休んでるっていうね。うん、えらい土日とかでもえらい混みようですからね。トイレ以外はもうちょっとね、正直こうパッパッと次行きたい気分になっちゃいますね、あれね。うん、まあ一丁行ったんですよね。うん、ただね、どうせこう思うんですけど、サービスエリア、まあ、スタバがよく入ってる見かけるんですけど、まあよくわかんないですけど、スタバって外資系ですよね、きっとね。国外の企業ですよね。別にダメじゃないんですけど、なんかね、あのスターバックスって横文字の会社入れるんだったら、コメダコーヒーとかね、星のコーヒーとかね、あ、これ多分、まあ、日本の企業さんなんだろうなというところを入れてほしいですよね。うん、内需って言ったらいいんですかね、我々のね。やっぱりね、国内の企業に還元していかないといけないような気がするんですよね、僕ね。さあ、ポンタさんがね、やってきましたんでね、ちょっとこうね、ポンタさんの歩く姿をね、こうちょっと捉えたいかなと思いますんでね、例えばね、ポンタさん、笑いながらこう来てますね、今ね、ニコ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 しながら今、ポンタさんがね、やってきたということでね。何をやってたの。いや、なんでもないですよ。ポンタさんの紹介を今ちょっとね、ポンタさん、ポンちゃんのね紹介を今歩いてる姿をちょっと、うん、え、もう映ってた？いや、映ってる、それは。あ、財布入れなみに激写、うん、ポンちゃんのね、この夜の生態をちょっと暴こうかと思いまして。何それ、はい、よし、燃料入れて。ドライブに入れてアクセル踏むの、勝手にサイドブレーキ解除になるって言ってるのさ。勝手にはなんないじゃん、踏まないなるよ。え、踏み込んで多少なるじゃん。だからポーンって言ってアクセル踏みは解除になるって言ってボタン押さなくて。最初はそういうふうにやったら、なんかボタン押してさ、なんか押したいの、なんかその方がスムーズな感じがするから、なんか押したいの。そう、そこにボタンがあるから。もしやね、島根でね、山佐ダムでボタン押しましたけどね。あ
あの残念でしたね、あれね、音声聞かせなかったですね、あれね。ね、ちょうど、ちょうどボタンを押した瞬間にね、動画が途切れるっていうね。あ、本名は違うか。あの、なんだっけ、サフル、フルツカレか、どっちだろう、こっちにいるかな。フルサービスでしょ。左っていいのかな、私は。うん、まあ、経由だったらもうね、あ、そっか、経由が見えてなかったわ。いいんですけど。T カード取って。T カード、T カードどれですか、どれですか、うん。こうしてでも分かりやすいかな、ちょっとね。え、取りづらくないの？いやね、女物の財布ってね、使い勝手悪いんだって。取れねえし、入らねえし、うん、俺のジョイフルホンダの2000円の方がね、全然。今度さ、便利なやつ買おうかなって。どういうの？もっとあの開くやつで、スマホとかも入るんだって。え、財布に？うん、スマホが入っちゃうの？うん、2000円か3000円だったかな、うん、俺この財布買った時ってまだあの携帯電話すら出回ってなかった気がするんだよねそういえば携帯電話がなかった気がするよ、うん、スマートフォンじゃなくて。よく私もこれもう8年ぐらい使ってるよ、うん、え、いや、じゃあ高校の時に買ってるところ買えって。何が？買えよ、買ってってことは。私なんでピンクなんだよ。ピンクじゃねえかよ、ここも。いや別に、やめて、あのどっかのおばちゃんみたいなさ。何なんか怪しいも入ってない、コンドームとか入ってない。入ってないよ。入ってないですか。昔ね、僕もね、まあ、宇佐美公園というね、出光駅っていう、フルサービスのお店で仕事していましたけどね、ガソリン売ってるだけじゃ仕事にならないんですね。そうね、ガソリンじゃもうたかが知れてるんですよね、利益。タイヤだ、バッテリーだ、洗車だってやってもらって初めてこうね、利益になる。でも多分こういうところのサービスエリアとかだと、うん、燃料だけでも利益になるのかな。まあ、もう多いよね。だって利用する人も多いし。まあでもね。いつもそれ言うよね。レギュラー満タンで現金でお願いします。これ渡さなくていいのかよ。あ、Tカード。これ何のために取ってって言われたのこれでも今もう取りに行って全然と思う。でもさ、まあ溜まってないんだよね。出る勢いが違うんですよ。そうなんだ。早い。いや僕ね、あのセルフでね、自分で入れてると、ね、遅くてしょうがないんですよ。はい、3600円になりますね。はい、イライラするんだから、セルフで。なんでこんな遅いんだよ。ちょろ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 出しやがって、ね、もっとバーッと 出るんだよ。6400円のお返しになります、はい、ありがとうございました。どうもー、どうぞ。ちょっと止めて。どうぞ、ありがとうございました。まあね、あのこの動画ね、見られてる方、ご存知の方もいられるかと思うんですけどね、フルサービスとね、セルフサービスのね、ガソリンスタンドでね、ガソリンの出る量が違うんですね。あのトラックなんかね、あんなね、もうちったらちったらね、もう出てたらね、もういつまで経っても終わんないですよ。確かに。200リッターとかね、400リッタータンク。今見ちゃった、左になってた。恥ずかしいね、右に行って左に行ってっていう。そうね、北関東って言ってたからね。万円使ってもいけますけどね。ただし、あの明日どうなるか知らないけど。左方向、北関東道、北中、どうなるか知らない。何時に着くか分かんないけどね。東北道方面で、400リッ
ッタータンクが2個とかついてた日やね。うん。だね、あのセルフみたいなね、チンタラチンタラしてるようなやつだからね、終わんないですよ本当に。うん。まもなく右方向北関東道宇都宮東北道方面でその先合流車両に注意してください。あの合流というよりはほぼ交差点みたいになってるんでね、もうちょっとあの距離欲しいよねって時々思ってたんですよね。特にここそうなんです。合流というよりはもう交差点ですからね、あれね。うん、てか前の車か左側走ってるよ今。ちょっと最近びっくりした。まあね、
まあ、言ったらあの日本海抜けるルートで6000円ちょいです、うん、でここが首都高を抜けて、うん、中央道を使ってっていくのが7000円くらいとなるのかな、7000円から8000円くらい、早く着くのも北陸の方からっていう、
もあれだよね、あの今タヌキが運転してるんだけど、何それ、実際にね、もうね間近なのかもしれないですよね、タヌキが運転できる気が来るのね。なんで？だって自動運転を、そうね、タヌキ運転席に乗っけといてさ、自動運転で設定するとさ、タヌキが運転してるみたいになっちゃうからね。やっちゃいました言ってますもんね、自動運転のあるね、まあ、楽だよね、まあ、楽楽だし、だって寝てりゃいいんだもん。まあね、で車でも乗る人も増えるのかな、で夜の移動をする人が増えるんじゃないかなって思うんですよね。あ、まあ、寝てる間についちゃうけど、真ん中でクッククッククッって言ってる間に目的についちゃうで、ほら、あの電車だ飛行機だってねあるけども、何が問題かって、まあ、これもよく言うけど、時間なんだよね。そうね、時間とか、移動する、実際移動してる間の時間っていうのは短いんだけど、夜中のね、1時、2時に電車とか出ないもんね。そうなんだよ。飛行機飛ばないもんね。待ってる時間がね、車だとないから。いつでもいいわ。この先、左からの合流車両に注意してください。今後自動運転がこうデフォルトになってくると、夜間それを使って移動してる人って増えてくると思うんだよね。待ってなくていいんだもん、電車みたいにさ。それはね、あの本当に遠いところ行くんだったら、一晩寝て、翌朝から飛行機に行っちゃった方が結局早いよっていうパターンもあると思うんだけど、うん、だから遠いのはね、あのフラ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 こっち見てね、抜くんだよ、いつも言ってるでしょ。そういう怖いじゃなくて、どうかな、いやさっきからフラ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 してる。あ、そうなの、フラフラしてる。大丈夫です。
に言うとね、自動運転がこう増えてきて、電車業界、鉄道、航空、ちょっと困るんだ。車の場合はね、高速代一人当たりいくらじゃないけどね、電車とか飛行機は一人いくらだからね。Thank you.
化するだけとか。
対抗するために使うシーンで。スリップルってね、ドラクエ？あれ？ドラクエの眠らせる魔法ってなんだっけ？わかんない。あれ？マヌーサは違うな、あれは計画だな。魔法とも違うな。魔法とも魔法が違う。この先、左からの合流車両に注意してください。何方だ？思い出した。何？何方が眠らせる？ドラクエの魔法なんて言える？言えない。なんで？わかんないもん。やったことないの？多分ない。じゃあ FF の魔法言ってよ。だってワンのやつをちょっとやったぐらいだもん。え？大丈夫？はい、大丈夫ってなんで？最近ファーストシュートぐらいだもん。ドラクエと FF やったことないって。うん。じゃあ何やってたの？
結構長いこと通行止めないよね。スタジアムとかライブハウスとか、スタジアムかな。